この風車って発電してんのか？ええ、他にもソーラーパネルで太陽光発電も行っています。なんだよ、ちゃんと自家発電してんなら東電する必要ねえだろ。我々の生活の他にモニタールームもあるので、まだ自家発電だけでは賄いきれないんです。ですがいつかは全てを自家発電で補い、東電をやめたいと思っています。へえ、コミジュルなりにちゃんと努力してるってわけか。ちなみに今自家発電で補える電力はどれぐらいだ？洗濯機が1台回せます。え、こんなに風車があって洗濯機1台？安定しないんですよ。曇りや風のない日は発電できませんので、せめて乾燥できるまでにはしたいところだな。Yeah.
の貴様。なんだ。助けてくれ。なんだあいつ。仕方ねえ、見ちまった以上なんか気になるし。助けてくれ。誰か、誰か。おい、大丈夫か。今出してやるから、ちょっとおとなしくしてろ。死ぬかと思った。いや、助かったよ。ありがとな。あんたそこで何してたんだ。どうやったらあんな状況になるんだよ。別に俺は怪しいもんじゃないよ。ただのしげないホームレスさ。みんなからはしげさんって呼ばれてる。今はちょっと宝探しをしててな。宝探し？まあ、あまり大きな声では言えねえんだがな、このゴミ山にはなかなかのお宝が眠ってんだよ。それを取ろうとしたらハマってしまってな。こんなゴミ山にお宝だと？とてもそんなもんあるようには見えねえが。確かに表面的にはただのゴミ山だ。だがお宝はその奥に眠ってんだよ。例えばこんなもんとかな。へえ、高そうな時計だな。これ一つで100万の代物だ。100万？なんでそんなもの捨ててあるんだよ。ここ本当は何なんだ。どうもこのゴミ捨て場はヤクザ連中が処分に困ったものを不法投棄してる場所みたいでよ。いろいろ掘り返してみたら思ったよりも儲かっちまってな。おいおい、大丈夫なのかそれ。見つかったらいろいろヤバそうだ。心配いらねえよ。まだ一回も見られてないし、いらんもんだから捨ててるわけだし、文句言わないって。そうは言ってもな。あんたもこの下に埋まってるものに興味ないか。多分あんたのお気に召すものもあると思うぜ。いや、俺はやめておくぜ。そうか、捨ててあるものなんだから遠慮なんていらねえのにな。それなら今日の礼ってことで、俺が拾ったものを今度あんたに譲ってやるよ。そういえばあんた、名前はなんて言うんだ。俺は春日だ。んじゃ、春日さん、楽しみに待ってろよ。そんじゃまたな。あいつ本当に大丈夫なのか。なんか気になるし、また後で様子を見に来るとするか。入ってくれ。高部の頭から会長と差しで話してもいいと許しをもらいました。ああ、聞いてるよ。今日お前らが何をしてきたのかも全部な。よくやってくれた。今俺がこうしてられんのもお前らのおかげで。清流会は無事だったんだ。無事とは言わん。組の二三割の人間が家を出て近江の側に着いた。残ったもんにもわだかまりが残ってる。異人町の三す組がまがいもんだったと聞かされちゃうな。半貧流満の長は孫妃に総帥の座を譲ると言ってました。それも聞いてる。
何でもお見通しですか。そう遠くない未来を見ることもできる。いずれ青龍会は近江連合の傘下に入ることになんだろう。え？この町のグレーゾーンにしか居場所を持てなかった人間には肉の壁こそが頼みの綱だ。だが肉の壁が崩れかけている今、彼らには死活問題が訪れる。荻窪豊が神通力を失ったと、そういった噂が政界に流れ出した。都知事がそれとなく広めてるそうだ。敵ながら手際がいい。若が長年にわたる幹事長の偽札ビジネス。そいつが世に出りゃ民事党は吹っ飛ぶだろう。だから知事はこの件で口を紡ぐ代わりに荻窪の後釜に収まることができる。あの若さで幹事長とはな。よくわかんねんですが、幹事長ってそんなに偉いんすか。幹事長の役割は選挙の指揮と勝利だ。今の青木寮になら思いのまま候補者名簿を作れる。つまり日本の与党を、この国を好きなようにできる。この国を好きなように。だから奴の次の一手は総理に解散総選挙を迫ることだ。解散総選挙？バカな、このタイミングで。総理、荻窪先生に頼れなくなった今、さぞ不安をお感じでしょう。ですが私にはあの人よりも総理をお支えできる力があります。今総選挙となれば議席の3分の2以上を確約しますよ。何か具体的な策があるのかね。民事党が弱い選挙区にはブリーチジャパンの支部長たちを立てます。どの地域でも彼らは強い支持を受けています。何よりこの私が後ろ盾ですから、我が党の圧倒的勝利であなたの個人的な政治悲願も叶うでしょう。総理は今ご自身に党内の求心力があるとお思いですか。荻窪先生の後ろ盾もなく。答えにくい答弁は議場でだけにしてほしいね。私を幹事長にした上で解散総選挙、それが飲めなければ荻窪先生の裏の仕事が世に出ます。現政権どころか民事党も消し飛ぶでしょう。いや、しかし都知事が幹事長を兼任した前例など、何より年齢が若すぎる。なら私を止められる年寄りを連れてくればいい。もちろんそういう人がいればの話ですが、どこかにいらっしゃいますかね。肉の壁を崩したのは青木亮の野心だ。近江連合を動かし真淵を操った。それをやれるのが今の青木亮の力だ。いや、荒川正人だったな。春日、今お前が事の渦中にいるのは巡り合わせに過ぎん。ソープの店長が死んだ時、その場に居合わせたのは偶然だった。そう思うよな。はい、そうですね。だが
お前が偉人町に流れ着いたのはおそらく必然だろう。え？どういう意味で？いつかの偽札、今あるか？会長はこれを誰が俺に持たせたか知ってるっておっしゃいましたよね。ああ、その偽札を持っていることができた人間はこの世にただ一人。誰なんです、それは。荒川真澄だ。おやっさん？いや、でも俺はそのおやっさんに撃たれて。ああ、お前は荒川に撃たれた。だが荒川はお前をこの町に運び込ませるために撃ったんだとしたら？え？その偽札はこの俺への紹介状だ。もしもお前が俺の元にたどり着いた時、春日一番が荒川真澄の身内だとそう知らせるためのな。紹介状って、なんでそんなやり方を？俺の見立てじゃ、青木亮の野心とはまた別の動きが荒川にはある。別の動き？それ一体？そこまではわからん。だがそれを紹介状として使ったのなら、よほどの事態だと察するがな。会長、あなたと大家さんとはどういう？そいつは長い昔話になる。だがその話をするのにふさわしい場所はここじゃねえ。平安楼だ。平安楼？俺と荒川との因縁は全部あそこから始まって。北京ダッグが好物らしいな、あいつは。ええ。明日のランチでお前にも食わせてやる。席を予約しておこう。よし、歌っちゃいますか。
なあ、おい、なあ、私の番ですね。ほら来いよ。くらえ！見せてやるよ。ザコめ。前に合わせます。大丈夫ですか？覚悟しろ。ほら、かかってこいよ。さあ、セーリア。やめんな。私のくらえ！ほら来いよ。
私の番ですね。舐めるなよ。来いよ。取っておきだ。